髪巻きしました。はい。なんか前髪がちょっと筋肉は筋肉は筋肉はないですけど。ではではキャッチフレーズやっていこうと思います。いきます。福井県といえばカニ、恐竜。はい、ようか。はいということで、はいメイクもしっかりしました。 メイクするとなんか気合入っていいなと思いましたはいやっぱね気合入りますサタンさんハートありがとうございますそう元気出たなんかメイクってすごなんか元気出たそうさっきねちょっと髪巻き挑戦してみたんですけどいつもよりちょっとうまくいって嬉しいですま,まだまだですけど こっちも巻き取れちゃったし。ですけど。はい。<laughs> 元気になりました。サブちゃんさんハートありがとうございます。はい、暑いなんか暑いお昼になったからかな？ちょっと厚めですが、はい。そう、ナチュラルに巻いてみました。<laughs> いい感じですか？ 部屋間違ええたたかと思ったえ合ってるよ <laughs> 確かにすっぴん配信が多かったからそうだよねほ本当にすっぴんと顔が全然違いますのでうんはいということでねメイクも今日ちょっといい感じじゃないですかこっちのまつげが全然上がってないけどそれ以外は。 いい感じだと思いますはいネイルはネイルと合ってない結構足のネイルは片方だけ塗ったんだけどうまく塗れなかったのでちょっとやり直そうと思いますはいうん女子の顔はパレットいやまさにまさにそうほんとにうん 楽しいね、メイク。もうなんか人違うみたい。<laughs> 体調大丈夫ですかうん、なんか、急に元気になりました。さっきお薬飲んだんですよ。そう、だからかな。うん、今は、バッチグーですよ。はい、この調子で夜も、このままいけたらと思います。はい。そう、堂々さん。 虹色の星ありがとうございますでも今日はねちょっとこの配信は15分までなんですけどあのー、携帯の,あの時間見る携帯の充電がなくなってそう今充電してるので誰か15分になり,なりそうだったら教えてくださいえっコバさんえ熊だよねちょっと待ってコバさんちょっと待ってねほっ こばさん、くまタワーだどうしようじゃあ今日は <laughs> なんかちょっと気持ち悪くなっちゃった髪を巻いてるくまちゃんで ありがとうまたは小馬さん見て髪の毛を巻いてるクマメイクもしてるクマえー、嬉しいありがとうございます本当にちょっと待って可愛い,いビジュアルがいいはいありがとうございます小馬さんはい見て <laughs> かわいいでしょ <laughs> うわあありがとうございます小馬さん アリがクマタワー,クマタワー <laughs> そうメイク口がのぐってなってる可愛 <laughs> い,いっしょこのクマちゃんそう髪の毛もねうねうねにしときたしときたしときましたミカさんハートありがとうございますはいそうひゆま 前髪切ったから巻くとね本当に大真優になりそうでちょっと微妙な感じに巻いてみました体調大丈夫です今はまだ落ち着きましたさっき薬飲んでうんよかったゆカって似てるってよく言われたりする人誰かいるえー、でもなんかねどなただったかなんか初めてそのショールーム配信した時に どななたかなんかん女優さんになんか似てる人がいるってめっちゃ言われてはいどなただったかな,なんかうん思い出せないんだけどそうでも言われたことはありますそう私的にね全然わかんないんだけどあそうかもそうかもあのうんあの 多分菅野美穂さんだった気がするんだけど私的に全然ね似てないと思うんだけどそう本当にうんでもめっちゃなんか最初の配信の頃めっちゃ言われましたはいでも個人的には私はいないと思ってますうんはいですねそう今日は 髪の毛も巻いちゃって、うふうふう <laughs> 髪の毛も巻きました。そうなんかいいね。女の子ってこういうのが楽しいよね。元気出ました。<laughs> ひゆかちゃんとレミちゃん突然垢抜けたね。え本、ー、当ですか？やった。レミもレミも見てたら <laughs> やったね。<laughs> 岩瀬さんまたありがとうございます。 そうでも私はね開かなけたというより髪の毛を伸ばしてからちょっと雰囲気が雰囲気が変わったのではないかなと思いますうんそう髪の毛今巻いてますしねだからちょっと変わったように見えると思いますうんもともとか愛かったからねえ <laughs> めっちゃ褒めてくれるんですけど嬉しいありがとうございます やったね褒めて頂けて何よりですはいうん今日は甘々の甘 <laughs> 確かに今日みんな優しい甘いいつも優しいけど今日は特に嬉しいうん そう昔は前髪の長さとかもそう眉毛より上じゃないとダメで拘束が厳しくてそうで今もね、まあ、そこまで伸ばしてちゃダメなんだけど、まあ、前よりは緩くなったということでそう前髪も普通だしまあそこは確かに垢抜けたかもしれません、ね、うんはいですねうん <laughs> 垢抜けたかもしれませんはい。ひゆかを見ると優しくなるしかないえどういうことだろうでもえー、嬉しい甘やかしちゃうってことですか嬉しい <laughs> ありがとうございます最初ハキハキ丁寧に喋る真面目な子だなって思ってたらめっちゃ面白い子やんって思ったえー、ありがとうございます まあでも最初の方はね確かにちょっと緊張気味でしてなかなかねハキハキ喋って「はいキャッチフレーズしていきます!」みたいな感じだったけどまあだんだんショールーム配信も慣れましてうんまじゃ普通にお話しできてます。ねえ。 あーいつもえー、嬉しいなんこのまま表参道とかに出かけそうな雰囲気表参道ってどこだ表参道どこだろう <laughs> わかんないでもなんとなくなんとなくはい、はい、でもね私ね巻紙そんなにね個人的に 似合わなく。いいなと思ってて、なんか顔がちょっと。大きく見える気がする。気のせい。都心のおしゃれな街。えー。やった。<laughs> じゃ、あ表参道女子ってことでいいですか。ありがとうございます。<laughs> 巻き髪似合ってる。えー。 そんなこと言われたら嬉しい。ちょっともうちょっとね巻き髪上手くなりたい。練習します。はい。うん。うん。ナウもう十一分かな。早いもう十一分なっちゃったということで、そろそろランキング読もうかな。 なんかリップが気になりましょうか。ランキング読みましょうか。読みますね。ではいきます。13位、ピクシンさん、ありがとうございます。また見てください。12位、ホッシー、の親友さん、ありがとうございます。また見てください。11位、幻さん、ありがとうございます。また見てください。10位、けんさん、ありがとうございます。また見てください。9位、おちゃっぱタイムさん、アットマーク。 応援ルームエブリデイありがとうございますまた見てください8位ヤシくんさんありがとうございますまた見てください七位堂堂さんありがとうございますまた見てください6位サッタさんありがとうございますまた見てください5位ミカさん,んメイクも髪もバッチリさすがアイドルの申し子かなおありがとうございます <laughs> また見てください4位 本当だろうがさん、アットマークレイナかっこ八月一日から撮影イベ。はい、ありがとうございます。また、見てください。さあ、岩瀬さん、ありがとうございます。また、見てください。にいさぶちゃんさん、アットマーク希望、愛、幸せ、そして、ひよかありがとうございます。また、見てください。そして、一位は、こばアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。こばさん、ありがくまたはですよ。ありがくまたはー。 はい、スクショタイムパシャあ見えないかパシャありがとうございますはいということでいい時間になったかなってな感じですお今13分またアディショナルタイムがありますがせっかく可愛くできたのでスクショタイムいきましょう 多分さっきのスクショタイムは本当にって感じであのないないだったと思うので次はニコニコでいこうと思いますでは行きますはいチーズうんフ、う、フ、ん <laughs> 待ってうわ爪になんか挟まってた髪も巻いたぜはいてな感じで以上になりますもう多分時間は14分ぐらいかな ネイル見せよう。うん。あ、ハート作ろう、ハート作れば見えるくないネイルも。え、可愛い,い。<laughs> 自分で可愛いとか言って、可 <laughs> 愛い,いとか言って。<laughs> 恥ずかしい。次はね、多分そう。 18時からかなはい。だと思います。多分そう。うん、18時。多分30分。次は30分しますので、ぜひ18時から会いに来てください。待ってます。じゃあね。バイバーイ。<laughs> ありがとうございました。